You're listening to Shibuya Cross FM. さあ、本日も始まりました水曜日の渋谷シティ FC。 この番組は渋谷シティ FC の注目の情報や選手の紹介を中心に話していくサッカーバラエティ番組です。ぜひ渋谷の街で活動している渋谷シティ FC をこの番組を通してチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、まずは社長、小泉社長、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、開花宣言も出てチームも開花するかなと思ったんで、しぼんでます。ちょっとこの後話いろいろ聞きたいんですけど、言いたいこといっぱいあると思うんですよ。 ありますよ。僕 YouTube でちょっと見てたんですけど、はい、ありがとうございます。おいおいおいってちょっとね、いやいやいや、ちょっとあれって思ったんですが、あれはでもまあ後でいい話しましょう。そうですね。で、今はまあ WBC もね、いやー、盛り上がってますから、ね、盛り上がってます。明日いよいよイタリア戦ということで、大谷選手は投げるんじゃないですか、多分。あ、投げるんですか。投げると思います。はい、投げる。楽しみとか言ってて全然見れてないです。じゃあ見てない。知ったかぶりしちゃいました。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ではアシスタントでまずはどうぞ。はい、さあやと申します。都内でバスアップサロンの経営をしております。よろしくお願いします。では続いてどうぞ。岡部かなと申します。美容事業と生態事業をやらせてもらってます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして本日のスペシャルゲストです。渋谷シティ FC キャプテンの宮崎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっ、お願いします。よっ、この間試合は出てらっしゃいました。そうですね、出てました。はいはいはい。社長と小泉さん、ちょっとまあ前回の、ね、開幕戦、はい、相手が、なんと、本田圭佑さんが、圭佑さんもね、本田圭佑さんのオーナーを務めるエドオールユナイテッド。そうですよね、はい、ということでちょっといきなりね、バチンときましたけど。そうなんですよ。あの、僕らも、はい、2部から、東京都2部リーグから、うん、今年上がってきた江戸さん、はい、もちろん本田さんがね、はい、オーナーをやられてるっていうこともありますし、すごく話題性のあるチームなので。そうですよね。今年リーグ盛り上がるな、どっか、はい、どっかで当たるんだなと思ったら、もう初戦からいきなりぶつかりまして、まあ負けられない。いや、そうですよね。そうですよ。監督もだって結構気持ち入れて。そうですね、もうツイッターで本田圭佑に負けないみたいなことを言っちゃってました、ね、言ってましてということだったんですけど、まあ開始何分で先制したんでしたっけ。10分ぐらい。10分ぐらいですね。あの、素晴らしい、あれペナルティーエリアの外ぐらいから、もっと距離で言うと全然ね、手前から35メートルぐらいあった。結構ブレてるシュート。ブレてましたね。ブレてましたよね。素晴らしいシュートが決まったんですけど。そうなんですよ。あの、山根朝日っていう、はい、あの、僕らのカテゴリーから言うと3つ上のカテゴリーから、うん、僕が半年ぐらいかけて、はい、あのオファーを出して獲得した24歳の、うん、若い野心的な、はい、あのセンターバックの選手が、はい、奪ってそのままセンターバックの選手なんですよ。インターセプトして、そうなんですよ。ハーフラインぐらいからね、動き出して、はい、ボール奪ってそのままの勢いでズーンと決めて、ちょっとそれまで開始してから10分ぐらいまで、うん、割と相手に押し込まれてた。ちょっとリズムに乗れてなかったのもあったんですよね。割と向こうもね、やっぱり若いチームなんで、はい、勢いよく来てたんですけど、うん、もう本当にこう一撃で黙らせるスーパーゴールを決めて、はい、会場も多分3、400人ぐらいお客さん、そんな来てたんですか。はい、駒沢でやったんですけど、はい、まあ、場所もいいし、はいはい、天気も良かったんで、うん、お客さんいっぱい入ってて、もうドカーンと湧いて。いや、そりゃそうです、あのシュートは。そうなんですよ。で、僕もね、本当ずっとこう彼の獲得頑張ってやってたんで、で、まあ、本当にキャラクター的にもめちゃくちゃ生意気なんですけど本当に可愛い選手で、はい、で、彼が決めたんですごい喜んでたら、はい、後半入って、まあ、それも10分ぐらいですね。10分ぐらいで、はい、ペナルティーエリア内で、はい、自陣ですね、はい、自陣のペナルティーエリア内 で、はい、でその山田朝日があのちょっとコントロールミスして、はい、キーパーと彼の間にこう走ってきた相手を後ろから倒してしまって、うん、一発レッドカード。天国と地獄です。そうなんですよ、本当に。そうなんですよ、うん、すごいエンターテイナーだなと。いやいや、逆にね、もう、そうなんです、自分で盛り上げて、自分でね、そうですそうです、盛り下げて盛り下げてじゃあ出ていくわ、言うて。そうなんですよ。で、PK になって入れられて、はいはい、なので、まあ、開始10分ちょっとで、はい、まあ、1日になってしまったと。で、まあ、でも1人少ないぐらいだったら、うん、結構前半は割とうちのペースが途中からずっと来てて、かなり内容としても手応えあったというか、はい、あ、もう絶対こう、うん、勝ち切ろう、勝ち切れるぞっていう試合だったんで、まあ、1人いなくなったとして、まあまあ、
なんとかね、なんとかもしかしたらっていう ね1点取って、はい、勝ち切りたいなと思ってた矢先、多分その10分15分後ぐらいに、はい、同じく、はい、同じくですね、同じく山田朝日と同じチームから、はい、来た、はい、土田直樹という、はいはい、同い年の24歳の、はいうんうん、要はその2人を僕はなんとかして、ね、ずっと取りたかった取りたかった選手が、でも本当6月7月ぐらいから話していて、はい、取った本当に主軸の2人ですね、はい、でその土田直樹が、2枚目のイエローカードで退場すると、はい、いうことで、はい、残りまだ20分以上ある中で、はい、うちはなんと9人になってしまうと。9人、野球ですからね。そうなんですよ、そうなんですよ、逆にね、もう逆に、はい、でその後は完全に相手にペースを握られて、うん、そうですよね、で最後、向こう相手にですね、うん、すごい素晴らしいゴールを決められて、うん、逆転負けを喫すると、すごい試合でした。すごいですね。ちょっとまあどうなんですか、こうファールだったんでしょうけど、ちょっとこう審判とのこうコミュニケーションっていうところが少しもしかしたら足らなかった部分、そうですね、大変ですけどね、これはね本当ね大輔にね、はい、ぜひ話してほしいところではあるんですけど、うん、あのね僕らに欠けてたところはそこだったなと。キャプテン、そうですね、キャプテン、いや僕もあのあれなんですよ、あの試合始まる前に、はい、レフリーと話をして、うんうん、あのイエロー出す前とかは一、うん、回ちょっと僕に話をしてくださいと、うんうん、でそれからもうそれでも無理だったら、まあ、カードを出してくれって言ってたんですけど、やっぱ試合が始まっていくと、はい、まあ、レフリーも人間なんで、まあね、感情がどん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 やっぱり高ぶってしまったというか、うん、開幕戦やし、そうですね、いろいろあってなかなか僕のところには届かず、そのままイエローカード、うん、レッドカードとなってしまったんで、うん、まあ、僕がもうちょっとレッドカード出された選手に対して、うん、レフリーとこういう関係築いていったらもっといい試合できるよっていうのをもっと落とし込んでいった方が良かったなっていうのは反省しますね。なるほど、はい、いやでも初戦、また初戦ですから。そうなんですよ、逆にそうなんです、ね、なんかまあまあこっからね、でも2枚ね、レッド出るってなかなかないじゃん。なかなかないですね。過去ありました？ありました？いや、ないです、、はい、あの J リーグ所属してた時も、はい、なかなかないですね。ないですよね、はい、2枚レッドってねえ、なかなか。大輔なんか何年やってますか？もう高卒からずっとプロなんで。そうですね、じゃあもう10年ちょっとです、そうですね、10年ぐらいちょっとやって初めての経験ですね。いやそれぐらいってことですからね、うん、だから本当神回でしたね。いや逆にね、もうとんでもなく盛り上がったし、ちょっとニュースになってましたから。そうですね、逆に本当に、うん、本当に見に来てくれたお客さんたちも、うん、負けたらもちろん悔しいんですけど、まあまあまあそうですけど、ね、やっぱりそのね最初スーパーゴールで決めて、そいつが退場して、ね、しかも最後実は9人になってからも、はい、僕は9人になったらもう、うん、2対1で負けても3対1で負けても一緒じゃないですか、うん、まあ、一緒ですよね、負けは負けですから。そうなんです、だからもう僕は外から見ててもう絶対点取りに行ってほしいなと思ってたんですけど、はい、選手たちはちゃんとそれ分かってて、はい、9人でめちゃめちゃ攻撃するわけですよ、うん、だから最後本当に追いつきそうなシーンも結構あって、あったんですか、すんごい白熱した試合だったんで、まあ、まだ残り17試合あって。そうですよね、あのもちろん18試合全勝するなんてことは、うん、どのチームも基本的にありえないんで、まあ、あのでこう試合でちゃんと戦えた手応えとか、はい、次あのその2人出場停止なんであの出れないんですけど、なるほど、他の、ね、レギュラーズをしている選手たちが出れるっていうことも考えると、はい、チームは全然そのネガティブな感じにはなってないんで、なるほど、もはやこれを、ね、ネタにしてこう頑張っていくしかないなと。そうですね、まあまあ、あんまりない話ですから、うん、逆にこれでねちょっとねチーム一丸となれる、ね、そうですね、きっかけとなると思いますんで、はい、ぜひ皆さんちょっとね YouTube で残ってますよね、はい、あのハイライトの映像が出てます、はい、出てると思いますんで見てみてください。さあではここでオープニング曲です、どうぞ。はい、ラチェンブラザーズで君へ。これ以外言葉が見つからない、あんだけだって必死になって手探りでここまで来た、ボロボロになりながらダメになりそうになりながら君はここに立ってる、僕は願ってる、明日君が笑えます。
光をそう信じて歩いてきたんだろう。陰で泣いて何度も転んで、それでもまた立ち上がり、一つ掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。僕は知ってる、僕は知ってるよ。ここからは今月の渋谷シティ FC でーす。ということで、ちょっとキャプテンにもスポット当ててお話を ねしていきたいと思うんですけど、キャプテンはもともとどこのチームから始まったんですか？もともと大宮アルディージャというチームから始まりまして、はいはい、そこからチームをあの渡り歩いて、大宮の次は大宮の次は湘南ベルマーレで、その時から大宮にまた戻ったんですけども、そうなんですか、はい、その後ザスパー、草津で町田ゼルビア、うん、で栃木 SC、で最後青森であるバンダレ八戸っていうチームで終わりましたね。あの八戸ってめちゃめちゃ肉体改造だけをやってるチーム、なんか言い方悪いな。それいわき SC じゃないですか。あ、そうでしたっけ。いわき SC、 それは福島、福島でした、ね、福島です。あ、そうかそうか、強いですよ、もうすんごい勢いで J リーグ、ね、すごいですよね、今 J2 ですからもう。そうですよね、なんかすごいこうね、バーッと上がっていったっていうね。八戸、ね、僕たまにサバを食べに行きます。美味しいです、美味しいです、サバ美味しいですか。サバ美味しいです。ミュウさんめちゃめちゃグルメなんですよ、はい、そうなんですか。美味しいものいっぱい知ってる。そうなんです。だからイカも有名ですか、ね、イカもね、イカ有名ですね。なかなか今取れないんですって、もうイカが。あ、そうなんですね。そうなんです。八戸は青森なんで、青森県庁に僕たまに行くんですよ。知事はね、結構有名な知事、県知事、ね、青森県知事、青森県知事が、はい、東大なんですよ。へえ。すごいこう、なんていうんですかね、こうおちゃらけてるって変ですけど、すごい楽しい、ひょうきんな県知事なんで、すごい呼ばれて、たまにそうなんです、はい、行ったことあるんですけどね。もう大輔は4シーズン目なんで、うん、かなりチームの中でも歴でいうと3番目に長くなってきて、知らない間に、知らない間に、知らない間に子さんになってね、もう子さんです。え、キャプテンとしてはどれぐらいですか？3年目。あ、そんなも続いてるの、キャプテン。そうなんです。あ、そうですね。大変ですね、キャプテンは。いやー、やっぱでも J リーグに比べれば多分全然大変じゃないと思います、うん、あ、そうですか、はい、やっぱ J の方がなんかまとまりやすいような気が。いやー、J の方が難しいんじゃないですか。難しいですか。やっぱ個性強い選手いっぱいいるんで、それまとめるってなると
だし僕も J リーグ所属しててどっちかというと個性強い方だったんで、うん、キャプテンだった人は相当苦労しただろうな僕にと思うし、うん、それを考えるとやっぱ地域リーグとかは、うん、まあ、楽って言い方おかしいですけど、まあ、まとめやすいというか、はい、みんな話を聞き入れてくれるっていうところもあるんで。なるほど、はい、今30歳でしょ。なんかこう、まあ、J 入ってなんかこう憧れてる選手とか一緒にやってこの選手上手かったなみたいな選手っていらっしゃいます？いや僕それ全くなくて。いや絶対今ないって言うと思いました。かっこいい、もちろん一番上手い。いやそういうことじゃなくてあんまりなんだろう、その、まあ、人上手だなって思うことはそんななくてですね、なんかまあ、まあ、興味がないって言ったらあれですけど、うん、なんかまあ香川選手だったり、はい、そういうなんか有名な選手とか見ててやっぱ上手いなとは思うけど、はい、けどまあ、そこを目指したいなって思うことは別になかったですね。でもなんかこう一緒にやっててちょっとやりづらい。ポジションは、サイドハーフ。そうですよね、ちょっとこうやってて対戦して J の時とかでも、あこの選手ちょっとこうやりづらいなっていうかでは言いませんでした。もう俺のあれに。いやもう自分が一番だった。すごいな。そんなことは思ってますから、ね、そんなことは思ってないんですけど。ちょっといろんなチームこれ渡してきますから。思ってないですけど、今パッとは出てこないですね。あ本当ですか。パッとは出てこないです。なんかちょっとパッと出てきそうですけどね。まあでもまあ一人強いて言うのであれば、はい、今オーストラリアのチームにいるんですけど、はい、今井智樹選手。はい、って言ってレイソルとか大宮にも所属したんですけど、はい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 、そうそう大宮のユースの出身の人で、うん、その人は体も強くて足も速くてサイドバックやっててよく大宮の時に紅白戦とか対峙してたんですけど、うん、めちゃくちゃ嫌でしたね。あそうですか。めちゃくちゃ嫌でしたね。今オーストラリアにいる。オーストラリアにいます。実はあの僕も大宮アルディージャのユース出身なんですよ、はい、で実はこの系譜が、はい、実は脈々と継がれていっていて、はいはい、僕と大輔は年中とかぶってないんですけど、はい、今井智樹は僕が3年生の時に1年生、はい、かぶってるんですか。かぶってるんですよ。大輔はその時の1年生。そうです、メロ、まあ、メロ君って言われてるんですけど、はい、メロ君が3年生の時に僕が1年 生、はい、でもうちょっと下に、うん、あの開幕戦で退場した土田直樹が、はい、アルディジャのユースから東洋大学行って、はい、ベルスパー大分っていう JFL のチームに行ったんですけど、あともう一人その下にも、うん、あの青学で去年までキャプテンやってた、はい、上松亮っていうやつがアルディジャユース出身でみたいな感じで、はい、1チームにアルディジャユース出身が今4人、まあ、いやいやいや、まあ、僕も選手としてカウントしてしたらおかしい話。いやいやいや、でもそうなんですよ。へえー、そうなんですね。アルディジャの系譜が実は結構つながれてるんですね。結構強いんですよ。へえー、そうなんですか。そうなんです。でも、うん、上手いんですよサッカー。あえ、なんでびっくりしてるんですか。こんな体格してますけど、はい、キーパーですか。違う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 、足速くて。えっ、ー、そうでしょ。足速いですよ。転がっていってるじゃん。いやいやいや、まあ、そんな風に見えますけど、見えます、そんな風に見えますけど、はい、足速いしキックも上手いです。そうですよ、結構足元の技術が、はい、あるんですか。はいはい、もうでも動けないでしょ。あでも結構動けます。体型の割には動けますよ。みんなにびっくりされます。そうそう、あ、そうなんですか。結構なんで笑う、こんなそんなに笑うの、ね、ユニオム姿で見てほしいです。首ないから。たまにこう見に行くじゃないですか、チームのね、はい、混ざらないでしょ、まさか。混ざらない。たまに蹴ってますよね。たまにちょっと蹴るぐらいですね。あでもなんか、監督から、社長ちょっと今日ポゼッション、あのボール回し人数足んないから入ってくださいよとか言われるんですけど、それはさすがに断ってます。選手にちょっと申し訳ない、なんかふざけてるなって思われそうじゃないですか。まあちょっとね、そうそうそう、チャラチャラしてんなみたいになっちゃうからね。そこはね、入らないようにはしてるんですけど、まだやれるなと思って。すごい。あやれるなっていうか、そのボール回しぐらいは、はい、いけるなと思って、入れるなと思って見てます。でもちょっと見てたらやりたくなりますね。いや、なりたそうですね。だからそうですよね、ボールは蹴っちゃいますね。ちょっとね、蹴りたくなりますもんね。そうなんです。え、プライベートでもちょっと蹴なんかこうフットサルやってたりとか。そうですね、うん、あのちょこちょこフットサルとソサイチとなんか呼ばれると。ソサイチまでやってるんですか。そうですよ、意外と動きますよ。やってるんですね。ちょっとそのポッチャリじゃないですね。割れすぎじゃないですか。割れすぎじゃないですか。ちょっとやってますから。もうね、あの前回からもうマスさんからも僕はもう完全にいじられ対象。そうなんです。いやすごいですね。意外と。あ、そうなんですか。そうなんです。まあでもね、大宮のユースでやってたぐらいから。まあそうですね。まあそれなりに。いやいや、まあでも本当にね、選手と比べたらもう全然ね、みんな若いし、大輔はもうチームの中でも上から3番目、うんうんうん、で、うちはとにかく若いんで。あの本当にこうベテランとして、うん、もうベテランって呼んでいいよ、ね、知らない間にベテランになっちゃう。いやもう30歳、チームの中で30だね、結構本当に若いですもんね。そうですね、だから本当にベテランで、ベテラン、実話にあるんですか。いやでも、いやでもチームに40歳の強靭な男がいるんですよ。誰ですか。阿部翔平です。ああ、はい、
でまだまだ動けるんですよ。中盤の選手じゃないですか、ね、サイドバック、サイドバックで、あ、そうか、見てて不思議なんですよ、うん、なんでそんなに動けんのかなっていうぐらい、じゃそこまで目指すんです。いや、そこ目指したいなと思うんですけど、ちょっと無理かなって思う気持ちはね、まあ、プレースタイル的には、はい、タイスケはもうとにかく足がめちゃめちゃ速くて、もうドリブル命のサッカー人生なわけですよ、はいはい、だからあんまり長続きするようなプレースタイルではないんですよね、うん、そうなんですよ。だからまあ怪我したら終わりかなと思ってます。なんかでもほら、こう結婚されてるんですか？あ、してます。結婚、家族はなんて言ってるんですか、いつまででもやっていいよみたいな。いやー、もう早めやとか言われないですか？いやー、でも言われましたよ。言われました。それこそ J リーグからね、うん、このリーグに入ってくるときは、うん、もうやっぱ妻からしてみたら、一回サッカーを終わりにした身だと、はいはいはい、でようやく家族で過ごせる、過ごせるって思いますよね、思う感銘があったんで、うん、僕がいざサッカーをやるって言ったときは、まあそれはちょっとは言いになりましたけど、はい、今は理解して、応援してくれてますし、なるほど、応援し、はい、そうですね。家族の皆さん見に来たりします？試合たまにありますね。でも子供やっぱいるんで、うん、しかも 東京なんで、うん、で僕今住んでるのが千葉の方なんですよ。あ、そうか、はい、なるなかなかね、こっちに来るのがあれなんで、うん、近場でやるときは見に来てくれますけど、 それ以外やっぱ子供の面倒っていうのがあるんで、でもそれがあるからサッカーできてるんで感謝してます。言っといた方がいいですよ、はい、頼みますか、頼みますか、感謝してます。これでね、全然理解してくれへんくてとか言ったらね、帰ったら ね大変なことになりますから、はい、そうですか。さあ、そしていよいよ次回の試合は、ですね、来週ですね。あ、来週、来週日曜日、はい、3月27日に、はい、日曜日、26日です、すみません、3月26日の日曜日に富士通スタジアムで、はい、東京23江戸川っていうチームと、うん、リーグ戦の2回戦、うん、戦います。もう絶対負けれないですか？あのね、この主力の2人が退場になって出れない、はいはい、でも、うん、やっぱり今まで出れなかったりメンバー外だった選手たちからするとチャンスじゃないですか、うん、まあそうですね、逆に言うとね、選手なのでチームの士気としてはすごく高まってますし、はい、やっぱりあの2人がいないけど勝てたっていうところは、はい、チームとしては絶対自信にはなるんで、なりますからね。これ次負けたらちょっと話変わってきます変わってきますね。だって去年はリーグ始まってから何連勝したんですか？去年は9試合全勝全勝で、セカンドちょっとレギュレーション変わったんですけど、はいはい、後半戦っていうのが去年はあって、はい、後半戦は1分け3あ3 1分け、あ、違う、1敗3分け、はい、で勝てなかったんですよ。おうおう。でも前半戦の貯金があったんで、ね、東京都の全体で3位に入って、はいはい、関東昇格のためのプレーオフトーナメントに進出できたんですもんね。今年は、今シーズンは19チームあって、はい、18試合、要は1チームと1試合だけ18回繰り返すんですよ、はい、そうですね、うん、なのでそのうちの1回が終わって、はい、残りだから17試合で、なのでその18試合全部が終わった時に、うん、勝ち点が3位以内だったらそのプレーオフのトーナメントに出れますと。なるほど。いや、今年上がってくださいね、本当に。いや、本当そうなんですよ、ね、去年めっちゃいいとこ行って。そうなんです、去年はプレーオフのトーナメントで3回連続一発勝負を勝たなきゃいけない大会に、うん、で結構ね、出て2回戦で負けちゃったんですよ、うん、だから今年はもうそこ、とにかく3回まず出ないとね、とにかくまず出ることをまず目標に、ちゃんとトーナメントも勝ち切ってカントリーグに昇格するっていうのを、今年はもう本当にそこだけを目標にやってるん で、ね、で選手の補強もすごくうまくいきましたし、大輔、うんうん、も本当ね、調子めっちゃいいもんね、今ね。いいですね、体もめちゃめちゃ怪我しないだけ、そうですね、怪我は本当に怖いんですけど、うん、調子としてはもうめちゃめちゃ上がってるんで。上がってますか。いいですね。だって牧野選手が監督なんて品川のチームで、はいはい、ね、あれ品川って言ってる割には神奈川のチーム、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。ね、なんかでも近いんじゃないですか。近い近い。そうですよね。それこそリーグも要はカテゴリーで言うと一緒なので、一緒ですよね。品川さんも神奈川のリーグで上位に入ると、うん、そのプレーオフのトーナメントでうちともやる可能性ありますし、ね、結構だから面白いですよ、今年は。そうですよね。あと前監督の戸田さん、ようやく一勝。あ、そうなんですよ、ね、めちゃめちゃ喜んでましたね。すごいガッツポーズして。どうでした、戸田さん。いや、めちゃくちゃいい人でしたね。あ、そうですか、それ言えないですもんね。それも笑ってますもん。いやいやいや、難しかったでしょ。いや、難しかったですけど、いや、本当サッカーに対して本当情熱がすごいね、熱いですから、うん、なので、まあ、こっちもそれに応えなきゃっていうのがあるのでね、やっぱ
かいろいろまあ難しいところありましたけど、うん、まあでも去年本当に寅さんに教わってというか、寅さん監督になったからこそ分かったものもあったし、ありますよね、見えてくるものもあったんで、うん、昨シーズンは昨シーズンで非常にいい1年だったなと僕は感じています。そうですね、はい、経験があるかそれこそ大輔はキャプテンなんで、もちろん戸田さんとのコミュニケーションめっちゃ多いじゃないですか。そうや本当にね、やっぱりあの人の情熱っていうのを ね肌で感じた2人です。なるほど、そうですよね。確かにそう、サッカーが難しいんですね。なんとなく僕よく喋るんですけど、うん、何言ってんやろっていうのがね、ちょっとね、そうですね、まあやっぱり理解できる選手は理解できるんですけど、まあまあね、まあちょっとそこが理解できない選手に対しては、まあちょっとまあ難しいアンサーだったりとか、まあ、あるかなっていうのはありましたね。何かお二人ちょっと、じゃあお二人にこう質問とかありますか。めちゃめちゃあります。めちゃめちゃはい、どうでもいい質問でいいから、なんか聞いてほしい。そう、分かんないけど、どうでもいいよ。何やったらないでもいいよ。いやいや、ないよ。ないんで、チームで。だって絶対何も知らないじゃないですか。そうそうそう、だからサッカー、だから基本中の基本を、うん、あ、そんな質問あるんだみたいな、ちょっと。そんな質問あるんだとかしら。そんな視点で見てるんだみたいなのあるやん。そんな視点で見てるんだ。うん、やめてくださいね、まあ、WBC で頭がいっぱいとか。やめてくださいよ。大丈夫です。何でしょう、なんかいろんな歌舞伎町で活躍されてきて、なんか渋谷ってちょっと都会じゃないですか、はい、なんか違いみたいなってありますか。渋谷やみたいな。いや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 、僕もう20歳で結婚してるんで。もったいな、もったいな。ミュー様の独身。僕独身なんです。そうなんですね。そうなんです。だから47で独身、何おかしいんだ。もう47で独身だ、20歳でちゃんと結婚してるんですね。だってもう子供小学生ですからね。男の子、女の子、男の子と女の子、よーよー。男の子サッカーやってるんですか。やってないです。やってたんですけど、やった、最近はそれこそレイソルの、チーム、うんうん、ジュニアのチームとかで、はい、スクールチームでやってたんですけど、はいはい、なんか最近もう、根っからフォートナイト、はいはい、ゲームフォートナイトゲームにハマってしまいまして、はい、もうサッカー行くたびに今日休んでいいかな休んでいいかなみたいな、もうそんなだったら一回やめてみるみたいなやめてみるってで、もうやめちゃいましたね。なるほど、なるほど。でもお父さんがプロやと、視点、子供で、松島監督もそうでしたけど、うん、難しくないですか。もう、なんでそれできへんねんってなりません。いやなんか、それこそ僕の、まあ、なんていうの、家族が、はいはい、めっちゃスポーツ一家なんですよ。あ、そうなんですか。僕の下の妹が、うん、宮崎沙織って名前なんですけど、はい、東京オリンピックにも出たバスケットで、なんかすごいこと話になってきた。そうなんですよ。お兄ちゃんよりすごいやん。そうなんですよ。そうなんですよ。で、メダリストなんですよ。銀メダル取ったんですよね。テレビめっちゃ出てます。そうなんですよ。で、それこそ最近まではこの渋谷のスクリーンに、はい、もう出てたぐらい、ジョーダン、ね、ジョーダンのあれ出てたぐらい、ちょっとなんかムカつくぐらい有名なんですよ。ちょっと時間を…あ、読んだ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 僕もよく SNS で絡んでるんで、ねえ、そうなんですよ。で、そのさらに下が、はい、まあ、競艇選手なんですよ。すごいの、ボートレーサー。すごい。そうなんですよ。やってね、結構、まあ、スポーツ一家っていうのもあって、はい、親にめちゃくちゃ言われてきたんですよね、うんうん、もうできて当たり前、やった当たり前の生活だったんで、うんうん、子供にはそれをしたくないと。なるほど、なるほど。なんで僕はもう子供はサッカーして、まあ、楽しくやってくれればいいなっていう感覚で見てましたね、うん。で、社長に何か質問あります？ちょっと待ってください、皆さん。先ほどの質問は、渋谷でめっちゃ遊んでる。確かに、話脱線しちゃいましたね。いろんなところでプレーされてたけど、渋谷、大都会渋谷でやるのって何違いますかって質問がね。渋谷でどんな遊びしてるんですか。それも気になる。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、でもね、何にもゆかりなかったんですよ、渋谷に。話は本当に社長が大宮ユースっていうのだけで、まあ、来たって感じですけど、はい、まあ、なんだろう、いろんな人がいるなってやっぱ思いますね。で、そういうことしか言えないかな。なさすぎて、なさすぎてないかなって。なかったんだ、なんかもっと感動的にあるやつ。やっぱり渋谷で本当はナンパしたい。いろいろ。だって、なんかいわゆるこうイケメン J リーガーみたいなのに入ってたりするんですよ。言ってた。現役の時。それこそ。なんで二十歳で結婚したんですか。昔、あれなんですよね、スポルト。のニュース番組で、三浦さん、うん、やすさんね、やすさん、あ、じゃあ、フリーキックめっちゃ得意な人、あー、あつさん、あつさん、
が、あの J リーグ1イケメンを選ぶコーナーになって選ばれたんですよ。嘘、ちょっとアツさん連絡しておきますよ。お願いします。覚えてますかって覚えてます。多分覚えてないと思うんですけど、絶対覚えてないと思います。僕あの DVD はちゃんとあるあるんだ。いや、OK。 それが思い出で、それが思い出で、はい。なるほどなるほど。え、何か社長にちょっと時間が早く、はい、あの先ほどもサッカー やられてるっておっしゃったんですけど、自分ご自身がプレーしている時と今社長さんになった時のなんかサッカーを見る視点っていうか何か変わったこととかってありますか？いや、僕そもそも高校でサッカーやめて、大学も立教大学なんですけど、なんか地元埼玉の社会人チームで2年間やってたんですけど、そこで一応終わりで、その後海外行ったりとか、まあ自分であの新卒入って独立して会社やってみたいな感じで、もう大学2年以降はちゃんとサッカーやってないんですよ。で、J リーグも見ないんですよ、そもそも。サッカー嫌いなんですか？いやいや、嫌いではないんですけど、はい、そもそもサッカーを見る習慣が全然なくて、見るのとやるのとちょっとやるのが好きなんですよ。好きですよね、そうですよね、うんうん、なので、全然大人になってからサッカー見てなかったんですよ。ワールドカップぐらい見る？ワールドカップは行ってます、なんなら。そうですね、現地に。それは行ってます、ね、ブラジルとロシアと。はいはいはい。で、ただこのチームは、うん、やっぱりその渋谷、このど真ん中に、うん、そのなんか J リーグチームが誕生して、はい、日本サッカーが盛り上がって、うんうん、で特に、ね、ブラジルワールドカップ行った時に、うん、やっぱりなんか本当に国境関係なくサッカーでいろんな人が盛り上がってみたいな、うん、あの空間すごい面白いなと思って、うん、だそれをなんか渋谷のど真ん中でやりたいなっていうのが、こう事業を始めたきっかけな、クラブのね、はい、今の渋谷 CFC を大きくしようと思ったきっかけなので、あのもうプレーしたいとかサッカーのピッチのことがどうこうみたいなの実は今もそんなに、自分のチームももちろん勝ちたいのはありますけど、うんうん、実はもうちょっとこう経営視点というか、うんうん、なんかあのこのクラブがもっとかっこよくとか、うん、世界の人に知られるにはどうしたらいいかなっていうところばっかりこう今は考えてるっていうような、社長っぽいコメントしてみました。っていうビジョンに惹かれて僕は渋谷に。あー、なるほどなるほど、はい、いい流れ、いい流れでございます。遊ぶために来たんじゃないですか？違う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 大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。もうそれ以上言わないでください。それ以上言わないでください。さあ、ということで、では続いての曲をお願いします。はい、ラストコールで Just When I Thought I Knew。 Thinking back on yesterdayWish we could bring back, they've all gone, gone away. We're so foolish to think that we'll last forever. Funny how it goes, you only realize when it starts to snow that, baby, summer's come and gone.Time gone to waste, holding on to the memory of what we used to have. Better days, we forget where we are and what we're missing before we even know. Winter's come and left us in the cold, yeah.So soon, so don't miss what's right in front of you. Suddenly, it all seems so clear to me. Right here with you is where I'm meant to be.Thank you.
this moment right now. And when the seasons change, baby, I got you, I'll always stay the same. Even when summer's gone and gone. Even when summer's gone and gone. さあ、ここからはゲスト深掘り。実はこの人丸々説。よっ、こっからちょっと僕わからない。だいたい先月もそうで、この説のやつは爆発してるんですけど、パッとしない。そうなんです。前回良かったじゃん。前回良かったんですよ。前回良かったでしょ。でもだいたいいつなくなるんだろうみたいな。確かにね。スッとなくなってる可能性もあるな。これ要は水曜日のダウンタウンのパロディ番組の、うん、なるほどね。はい。説立証。なので説立証ということで、はい、前回は、はい、増島達也監督、うん、奥様、はい、バドミントンの塩田玲子さん、はいはい、なので、お子さん2人、ね、2人男の子、はい、女の子、もう運動神経抜群説もう立証されましたからね。立証されました。めちゃめちゃすごいらしいですよ、やっぱ。そうなんですね。なんか100人のワンパク相撲、100人ぐらい出てるワンパク相撲大会にポンって出て、出たくない出たくないって言って泣いて、でも頑張ってきなって言って出たら優勝しちゃうみたいな。だって周りは相撲とかをちょっと習ってたりとかしてる、ね、子たちがいるのにいきなり出て優勝、ね、ということなんで、ポテンシャル高いですね。はい、じゃあどうします。はい、さっきちょろっと話出たんですけど、はいはいはい、宮崎大輔、はい、家族がですね、はい、本当にアスリートばっかりなんですよ。はい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 、お父さんはお父さんも競輪、競輪をやってて、競輪プロ野球も目指してました。何その家族、すごいですよ。今日の説は、はい、これちょっと宮崎さんに怒られるかもしれないですけど、宮崎大輔サッカーじゃなかったら野球選手になってた説。いやいや、いいんじゃないですか。なるほどね、はいはい、なるほど。しかもね、キャッチャーだった説。あ、なるほどね。これちょっと立証しようがないんですけど、はいはいはい、まあこれ深掘りするためのただのこうね、はい、一つのきっかけでしかないので、はいはいはい、宮崎大輔、太ももは半端ないんですよ。そうですね、太ももちょっと触らせてあげてください。すごい、ちょっと一回触ります。これね、宮崎大輔の太ももは、ちょっと違うとこ触ったらあかんね。太ももやね。気をつけます。あのね、見たことないぐらいの太ももいや、すげえ。このここすごい、めちゃめちゃ出てるでしょ。え、なにこれ、これすごくてですね、ユニフォーム着ると大輔だけパッツンパッツンなっちゃうんですよ。すごい。これでドリブルも上手いんですか。ドリブルめっちゃ上手いです。え、腕も上手い。あ、腕をね、はい、腕使って足速くて、もうこのカテゴリーだら全然取られないです。それサッカー、なんでサッカー。いや、そうなんですよ。そう、なんかだって、ね、なんか家族系。そうですね、サッカーいなさそうじゃないですか。そうですね、まあ、お父さんが野球と、まあ、競輪 で、はい、で母親がハンドボールとかやってたんですけど、うん、だからまあこっちなんですよね、投げる方ですよね、なんとなく、はい、で、まあ親父っていうかお父さんが、ね、はい、お前に野球やらせたいと、うん、自分がプロになれなかったから野球の選手になったので、はい、野球を進めたかったと、うん、でもその前にまず体力をつけてほしいと、うん、だからサッカーをしなさいと。そこはよくわからないな。そこでサッカー、そう、間違えちゃったの、はい、サッカーをして体力をつけなさい、はい、でやってたんですよ。でそれこそ小学校上がった時にリトルリーグの野球に一回行ったんですけど、うん、まあ、サッカーって動くじゃないですか、めちゃくちゃ、うんうん、野球ってずっと止まってるんですよ、守備の時、あの、まあそうですね、あと打たない時はずっとベンチにいる、うん、もう本当につまらなくて、ああ、なるほど。でそのままサッカーに行ってしまったっていうのが流れなんですよね。野球やってたらじゃあどうなってたんでしょうね。野球はちなみに、なんなら今日試合だったんじゃないですか。2番でショート、うん、あ、ショートだ。2番ショート、キャッチャーっぽい足してる、あ、ももが、あのね、太もも。そうそうそう。で、ゴルフもね、すごいんですよ。ゴルフとんでもなくドライバー飛ぶんで、すごい。え、なんかちょっとこうね、どういったんですかね、こう体格的にはそんな飛ばしそうにないじゃないですか。そうです。いや、もうね、バネですね。バネですね、多分、うん、全身使う、うん、めちゃめちゃ滑らかにドライバー打つんで、へー、綺麗なんだ。って2年ぶりって言ってたよね、この間ね。そうですね、ね、だからもう今まで、まあ、やってたんですけど、うん、5、6回しか今まで行ったことなくて、うん、だけど300ヤードぐらい飛びますから。すごいすごいっすね、ドライバー本当に、プロ飛んじゃいますね。とんでもない、飛んじゃいますね。
なんか できちゃうんですよ。だいぶイメージ悪いですね。大丈夫ですね。今のイメージ悪いですね。今のイメージ悪いですね。なんかね、飛んじゃうし、浮気してるし。いやいや、言ってない。そこ言ってない。言ってない。すごいっすね、でも。そうなんですよ。でも、ある程度本当にこう、何でもパパってやればできちゃいます。そうですね、まあある程度スポーツはずっとやってきて、それはバスケ、サッカー、野球とかもそうだし。泳げるんですか、水泳は？泳げるんです。マジで、苦手な、逆に苦手なもの、体を動かすことで。いや、スポーツで苦手なのってほんとなくて、卓球とかもテニスもできるし。できるんですか、卓球までできるんですか。できるし、まあでも器用ですよ、本当に。へえ、すごい。鼻につくんですよね、だから。鼻についてます。ね、鼻についてでもね、いいやつなんですよ。まあね、それでね。だからもう3年連続キャプテン。できますよね。それだってそんなね、感じ悪かったらね。ね、キャプテンね、下ろせってなりますもんね。そうなんですよ。でもね、渋谷 CFC に来て、1年目、うん、まあ、まあまあ話題になりますよ。この世代で言うと、うん、はい、やっぱね、J でずっとやってた選手が。そうですね、はい、このカテゴリーに来て。来たって言ってね、ね、そうなりますね。もう最初ね、僕らもすごい期待して、はい、開幕戦。うん、今でも忘れないね、清瀬内山でね、はい、で開始15分ぐらいで、もう3回ぐらいもうごぼう抜きですよ、右サイド、左利きなんですけど、あ、はい、ズドドドーン抜いてって、はいはい、もうやっぱ全然違うなって、違うなって言ってたら、すごいの取れたなってなったら、うん、もう大怪我して、もう大怪我グラウンドのギリギリそのタッチラインのところで、はい、相手がスライディングしてきて、はい、足ガツン蹴られて、はい、削られて、そっからもうそのシーズン出てないもん、はい、ね、残り2試合しか出ないですね、最後の最後まで、最後の最後、もうだから4年目なんですけど、ほぼ最初はいなかった、最初いなかった、あいつ来日に来たんやみたいなね、ほんとそうなんです。あ、そうなんすか、うん、削られて、削られました、ね、しかもね、カメラでも残ってたんですけど、すごい写真だったね。なんかグラウンドの中じゃないんですよね、削られたのが。セッタリングして、グラウンドセッタリングした後の勢い余った外で削られて、削られて、不思議な写真でしたね、あれはね。え、人体が何か言ったんですかね。人体もう伸びきっちゃった感じですね、人体が。人体伸びきったんですね、はい、だから復帰まで3ヶ月、2ヶ月もそのぐらい長くて、結構経つ。え、でもそのカテゴリーの中じゃやっぱもう全然違いました。全然違います、全然違いますね、全然違います。今でも全然違いますもん、やっぱり相手はもうだから絶対2枚来ちゃうんですよ、助けのところで。え、でもそれぐらいの実力あったら、ちょっとこんな言い方もおかしいですけど、もう少し上のカテゴリーでもやったらよかったじゃないですか。それこそ八戸に行った時は、もうその時にはもうやめようと思ってたんですけど、まあ妻と子供が、あと1年サッカーやってほしいっていうのがあって、じゃあまあオファーがあるチームに行くよって言ったんですけど、なんか純粋にサッカーを楽しめなかったんですよね。あ、うん、なんかお金のことを気にしてしまったりとか。なるほど、なるほど。まあ、いわゆるそのサッカー選手あるあるとか、まあ、そうですね、うん、これちょっと一回何も気にせずちょっとサッカー楽しみたいなっていう気持ちが強すぎて、うんうん、でこのカテゴリーに降りて純粋にサッカーを楽しもうっていう感じで来させてもらった。今結構楽しいですか。じゃあ、いや、楽しいですよ、本当に楽しい。なんか再熱、なんていうんですか、再燃というか、うん、またサッカー熱がもう年々増してる感じ。すごいですね。そうなんですよ。なかなかね、やっぱこの年でね、もう一回こう上げる、ね、ギアを上げるというかね、うん、熱をね、もう一回上げるってなかなかね、まあ、なんか本当僕らがね、クラブが今超拡大フェーズじゃないですか、うん、毎年どん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 規模がでかくなってるのを、ね、はい、まあ、大輔は本当僕とずっといつも一緒にいるんで、うん、まあ、なんかそのクラブの拡大してる様子とか、うん、自分がそこでね、どの役割になってるかとかっていう話はやっぱよくしてるんで、うん、なんかそういった意味でも こっち側のこともよく分かってくれてるし、だからこそ多分楽しくね、なおさら楽しいですね、うん、ちょっと見に行きましょうか、うん、行きたいです。ね、なんか鼻につく感じで、うん、ね、ブーイングを入れながら、ね、見に行きたいです。でも本当に、いや、今年めちゃめちゃ面白いと思いますよ、多分、ね、選手もすごいいいし、うん、イケメン多いし。そうなんです、イケメンが多いね。イケメン、監督まずイケメンやし、監督バカイケメンなんで、そう、すっごい面白い、うん、女の子たちは本当に見に来てほしいなと思って。え、でも初戦何人ぐらい来たって言ってました。3、ちょっと稼いじゃないですけど、まあまあ、多分3、400人ぐらいは。すごいっすね、埋まってましたもんね。もう、ね、横浜もビターッと埋まってて、だってそのカテゴリーでそんな埋まるってないでしょ。10人ぐらいです。本当に本当に10人、本当に選手の、だって親戚とかね、他、まあまあ、そうなんですよ、別に工業的にやってないチームじゃないカテゴリーなんで、うん、本当に家族とか友達とかちょろちょろっと来るぐらいの
本来そういうカテゴリーのチームなんで、そこにどっさーっと人が来るんで、これ面白いですよ。行きたい。行こう行こう。ね、また怪我してね。やめてください。王子、王子が。ね、いやどうなるか、いや、でも本当見に行きましょうね。行きたいです。ね、ぜひぜひ。楽しいと思いますよね、本当に。で、次回がどこでしたっけ、場所。富士通スタジアム。川崎ですね。川崎にあるということなんで。はい、川崎のどの辺だろう。あ、でもね、本当歩いて行けるところですよ。そうなんです。でもね、あの4月の23日、ちょっとまだ正式にリリース出してないんですけど、はい、4月の23日、はい、渋谷区スポーツセンターという幡ヶ谷の、あの、ホームで、ね、ホームで試合があるんで、はい、そこ来ていただくと、それまでぜひね、僕らもあのスタジアム DJ とか入れて、あ背番号10番、宮崎大輔みたいな、わーみたいな、もうガンガンやるん で、 やるんです、ね、めっちゃ面白いと思います。あ、それはちょっとじゃあ4月23日はぜひお願いします。そうですね、はい、だから次回の放送の、はい、おそらく1週間後ぐらいのあタイミングなんで、そこでまた、はい、いいタイミングで告知できるかと思いますので、はい、皆さんね、ホームページで、はい、多分ね、告知されると思いますので見てください。ではここで一旦 CM です。シェリーレイブとは、花や香りを通じて愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランド。香りの良いアロマオイルと一輪一輪厳選したお花で作られたシェリーレイブのアロマリウムはインテリアの一つになり、スティックを刺せば優しい香りに包まれた心地よい空間を作り出してくれます。さあ、エンディングとなりました。宮崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、こうラジオとかね、最近はまたなかなか出てなかったと思う。そうですね、なんか久々な感じですごく楽しくやらせていただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで、ぜひ次回はもうね、これは落とせないですから、次の放送までに、はい、1ヶ月後のこの日までに、はい、2試合あります。あ、3試合あるか。2試合ですね。2試合ですか。はい、ちょっと2連勝で来てくれる。いや、そうですね。いや、もう今日さすがに、ね、この辺はしょうがないです。僕このテンションで喋んないかもしれない。そうですね、1試合負けてきてもう1試合もしてませんねってなったらお通夜ですよ。お通夜です。ねえ、ちょっとさすがに三好さんのこのテンションにも僕喋れないし、絶対ついていけないから。僕もだってこんなん喋られへんから使うわ、そんなんで買ってくれへんかったら。まあ、前回はまだしょうがないじゃないですか。まあ、なんか2人じゃないですか。なかなかね、ちょっとね、ハプニング的な要素もありますけど、次回ね、2試合負けてきたらもうそれはね、白盛りとかせなかった。いや、ほんとそうっすね。ね、ほんまになんかラジオやってから勝たれへんねんけどって感じだよね。確かにイメージね、確かにイメージ良くないですね。良くないんで、ほんとに約束します。勝ってきますね。勝ってね、来てほしい。なぜかちょっとじゃあね、次回点取ってください。そうですね、あの僕が点取って、はい、あのチームが勝てるようにならないといけないかなと思ってるんで。え、昨シーズンは何点取ったんですか。昨シーズン得点8アシスト。5点じゃなくて、5点8アシスト。なんで持ったんですか。8っていう数字が印象残ってて。いやいや、なんで持ったんですか。だいたい自分の点取ったら覚えてるじゃん。鼻につくんですよ。いやいや、いやでも一番点取って一番アシストしてる。それ、あ、そうなんですか。そうですよ、そうですよ、うん、そうなんですよ、だから知らない間に点取って知らない。いや、嫌だよな、嫌な言い方やな。いや、ほんとそんな印象なくて、はい、個人的にも。でも、まあそうですね、気づいたらというか、うん、あ、そんなしてたんだっていう感じでした、昨シーズン。まあ本当中心選手です。いや、すごいですね。そうですよ。え、ディフェンスでしょ。いやいや、サイドハーフ。サイドハーフやか、はい、サイドハーフで、でも去年はね、シャドウやってたんですよ。あ、真ん中、真ん中にいて、今年はもう右サイド、本職のところに、うん、ね、いい選手がいっぱい取れてるんで、うん、真ん中はもう若い選手に任せて外で大好きが勝負するっていう。そうですね。だまあ昨シーズンよりは点取りたいですね。点取って、ね、アシストもして上げたいです、はい、上げたいですね。次回からね、出てないとかね、ボランティアみたいなね。確かにね、確かに何したいの、何したいのみたいなね、こともありますから。はい、ということで、え、じゃあもうぜひ僕らも行きましょう。きっとなるサッカーとかにないで、え、 J リーグとかないの。ないHC、そんな人いる。いや、いっぱいいます。そういう人たちをサッカーファンにするために僕ら存在してるんで、うん、そうですよね。え、ワールドカップ、去年カタールワールドカップあったじゃないですか。わ、テレビで見た。テレビで見ました。それは見てんの。はい。それなんかあれちゃうの、なんかこう、それこそなんたらカフェみたいなところ、バーみたいなところ行って、うん、全然試合見んと男とイエーイみたいな、カッパーイみたいな、こんな悪い男。いや、こんなって、こんなって。悪い男になーってなってる。ないです。ちゃんと家で見てる。はい、ちゃんと家で見てる。あ、そうなんだ。うん、ちょっと次回までにまたサッカーで日本代表試合も
あると思いますので、はい、見てください。ではまた来月お会いしましょう。さよなら。さよなら。